第19回兵庫チャンピオンシップ距離は 1870m 戦11頭で争います。出走メンバーご紹介いたします。伝統で挑むオーディション、いつか歓喜のセンターステージへ、エンジェルアイドル、地元兵庫からの参戦です。重賞初騎乗となる2年目永井孝則です。デビューから丸1年、早くも30戦目のタフネス少女、笠松ローザルーナ。5年ぶりの園田参戦、大原博史です。レースセンス抜群、タイトルダッシュへ活力みなぎる JRA 帝王エナジー。3年ぶりの G1 制覇を遂げて凱旋、このレース3勝の岩田康成です。再びダートへ矛先、砂煙の中から一気に姿を現すビッグスモーキー。グレードレースで園田競馬の初勝利なるか、浜中卓です。スタミナ十分、前々走を見せたまくり足をここ園田で再現、 JRA キャベンディッシュ。園田には2年ぶりの参戦、ミルコ・デムーロ。ケレン味のない逃げで JRA に真っ向勝負、地元総大将菊水賞馬アゼツライト。このレース過去に2度制覇の川原翔一です。豊富な衛星経験で培った自慢の末足にドキドキワクワク、笠松のスリルとサスペンス。昨年の笠松リーディング、佐藤智則です。連勝時に見せた驚異の末足が今日よみがえる、直線一気にワーク&ラブ、 JRA からの参戦です。兵庫早抜きの歴代最多勝騎手、田中学です。負け続けても心折れるな、強豪に挑み続けるその息やよし、エムティストロフィー、地元兵庫の馬です。シンクの勝負服を身にまとう高畑浩一です。唯一の JRA オープン勝ち、勝てば12年ぶり、久方ぶりの牝馬チャンピオンが誕生、名将久方。14年ぶりの園田のグレード制覇へ、池添健一です。アデツライトに次ぐ地元兵庫の3勝馬、格上相手に真っ向勝負。三勝馬の響きだけで強くなれる気がしたよ。栗の響き、誕生は昨年の全国リーディング下原治です。JRA から5頭、そして笠松から2頭、迎え撃つ地元は4頭、合わせて11頭の対戦です。三歳馬ダート戦線の登竜門、第19回兵庫チャンピオンシップ G2 1870m 戦、この後スタートは3時55分です。